こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さないような深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。では今日はですね、彼女が欲しいなら絶対にやってはいけないことというお話をさせていただきたいと思います。で、女性っていうのは本当にね、いろんなところにこう意識を向けているというか、本当に察するような動物なのなんですね。男性が思う以上に察しているし、思う以上にいろんなところにアンテナを張ってます。そういういろんなところにアンテナを張っている女性に対してあることをやってしまうと、あ、もうこの人どういうとこでもそういうことしてるんだろうなって、でもこれ男女問わずにね言えることなんですけれども、やってはいけないことがあります。それは一体何かというと、人の悪口ですね。悪口を言うこと。例えば、まあそこら辺に歩いてる人とかいますよね。そういう人、通りすがりの人の悪口を言ったりとか、店員さんの悪口を言ったりとか、まあ、愚痴はいいんですけど、悪口は絶対やめた方がいいんですね。愚痴と悪口は結構違うので。なので、もし彼女が欲しかったら、好きなね女性には愚痴はいいけど絶対に悪口は言わないこと、まあね、あなたは大丈夫だと思いますけれども、心がけてください。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達を募集してます。本当に深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では、ここまでになります。ありがとうございました。